まあ、ゲームはあんま舐めたらあかんです。ゲーム開発のことを舐めたらあかんよが一番言いたいです。波動拳、皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。おっす。今日はですね、みんな大好き Netflix のお話をしてみたいと思います。ネットフリックスね、アメリカなんかではね、本当にぶっちぎりなんですよ。動画配信サービスとしてはね、むちゃくちゃぶっちぎりなんです。もうライバルは TikTok ちゃうみたいなぐらいの勢いですね、むちゃくちゃ伸びてて、むちゃくちゃすごいんですけど、そのネットフリックスも少し速度が鈍化してきてます。それでも登録者数はですね、2億2000万人超え、すごくないですか。2億2000万人超えですよ、が、有料会員としてですね、登録されておられます。で、そんなネットフリックスのゲームのお話をしてみたいと思ってます。一回ね、この動画の中でも話したとは思うんですよ。僕ね、ゲームの配信もしますと。で、これまでネットフリックスの会員になられてた方は、その会費を1円も値上げることなく、ゲームタイトル遊ぶことができますという話をしたと思います。で、その時に多分僕はあんまりうまくいかんと思うよと、うまくいくには時間かかると思うよっていう予言めいたことを言ってたと思うんですがですね、結構リリース後期間も経ちましてですね、それなりに数字も整ってきたので、少し発表してみたいかなと思ってます。結論いきます。結構苦戦してます。で、それはね、僕からすると予想通り、想定内、ちょっと想定より上ぐらいで、どのくらいの方がゲーム遊んでますかっていうことなんですけど、毎日遊んである方がね、大体170万人ぐらいやという調査結果なんですね。これもちろん調査結果なんで、ネットフリックスが正式に発表した数字じゃないので、その数字を信じてお話しさせていただいてます。で、 1% 弱なんですよ。で、 1% 弱の人が遊んでるんやから十分やんかっていう考え方と、たった 1% 弱者遊んでない、ほんなら事業としては失敗やねっていう考え方と、2通りあると思います。で、僕は前者の十分やんかです。で、まず一つが、すいません、偉そうなこと言って、ゲームのクオリティから言えばですね、 1% の人が遊んでくれるような、そんな A ゲームはないんですよ。で、まあ26タイトルぐらいあったような気がするんですが、将来的に50タイトルに増やしますねみたいなこと言ってるみたいですけど、今の26タイトル見てる限りでは、今は 1% もいったらあかんようなクオリティですわ。それは何と比べてんのって言ったらですね、他のゲームと比べてます。ネットフリックスの中で比べてさえ、他の動画を見た方が、映画などを見た方が、ドラマなどを見た方がずっとええよねって99人の人が思う、いや僕はゲームやった方がいいねと思うっていう比率なんですけど、まあ、その比率のままでしょうね。で、もしこれがクオリティがこのまま上がってこないと仮に設定すると、この 1% はですね、すぐにもっとちっちゃくなります。今はまだちょっと遊んでるだけですね。で、どういう人が遊んでるかって言いますよ。まず僕たちです。ゲーム屋さん、ゲームクリエイターは一通りチェックしたと思います。しているはずです。で、その人たち、あとはそういうのにこう敏感な人たち、これゲームプレイヤーという意味ではないし、ゲーマーという意味ではもちろんないんですが、その新しいサービスに敏感な人、円やったら A で食いついとかなあかんなと。で、もう一個、投資家で、これはネットフリックスの株がこの後どうなんのっていうのを気にしてはる人たちっていうのが遊んでると。世界中にいっぱいいると思うんですが、そんな人たちが遊んでるの込み込みの 1% 弱ということなんですよ。で、それを鑑みてですね、まあ、下がりますという、今のクオリティのままだともっと下がっていきますよってことです。で、いくつか言いたいことはあります。で、もちろん彼らが狙ってることも全部を知ってるわけではないんですが、僕の方から言いたいことはいくつかあります。まあ、ゲームはあんま舐めたらあかんです。ゲーム開発のことを舐めたらあかんよが一番言いたいです。で、今の布陣ではしんどいと思います。今までの布陣では、で、彼らは相当本腰を入れてると思ってます。で、彼らから発表はないです。ネットフリックスからの正式な発表はないんですが、このゲーム部門にかけてる金っていうのはですね、かなりでかいはずです。結構大手のソーシャルアプリの開発会社の買収をしてたりとかするんで、
ゲーム配信にかける思いっていうのはかなり強いです。で、ここまでの大手が、そんじょそこらのことがあって後ろに引くとは思わない。つまりそのゲーム配信を中断しますとは言う、なかなか言えない、言わないと思います。つまり負けたままでは引き下がれない、引き下がらない、じゃあ勝つ方法を模索する。その一つがゲームを作れる人を連れてくる。前の動画で言ってるのは、いやこの人責任者では弱いと思いますよって言ったと思うんですけど、まあ、その結果が出てると思ってます。まあ、つまりネットフリックスゲーム部門立ち上げるよって言ってもですね、なかなかそこの長になりたいっていう人はいないんですよ。理由、どうせうまくいかないから、あの最初の人は責任取らされるからですよということです最初から、まあ、10年契約で20年契約でっては別です。そうじゃなければどっかで首がすげ替えられるのは誰だって分かることだからです。今の方がそんなに長くかからず一旦首のすげ替えが起こるというのを、これも一応予想しておきましょう。で、そういうこともあってネットフリックスの苦戦は当然のごとく、予想されてたわけで、ここまでは想定内です。で、ここからどう力を入れていくかっていうのがネットフリックスの、底力というか本気度になるんですけど、まあ、ここからくじ引きみたいなのが始まって、どんないい人が引けるか、どんないい会社が買えるか、で、まあ、つまり実績のある人を連れてくる、実績のある会社を買う、実績のあるタイトルごと持ってくる、版権ごと持ってくるなんですが、僕が前から言ってるようにですね、彼らの強みはですね、オリジナルのタイトルにあります。で、このオリジナルのタイトルをいつのタイミングでどんだけおもろいもんにして世の中に出してくるかっていうことでですね、このネットフリックスのゲーム事業がうまくいくかいかないかが決まると思ってますっていうことですね。まあ、大体この話はしたかったんですけど、じゃあですね、なんでネットリックスはゲーム事業に乗り出したと思ってんだみたいな話になるんですけど、それは動画の契約者数がこれ以上伸びないんじゃないかという危惧をしている、まあ、現実ちょっと減ってきてるんでね、まあまあ、まあコロナもちょっと収まり始めたみたいなのもあって、世界的には収まり始めたっていうのもあるんで、多少おうち時間っていうのが減ると思います。それの中でネットフリックスの契約はそんな見ないから解除しとくみたいな、契約解約するみたいな動きがあるのは当たり前で、それは彼らも予測してましたと。だからこそこのタイミングで上がってたんですってことですね。コロナ禍でギュッと伸びたらそういうことで、コロナが収まりぐっと落ちてくる、これは当たり前で予想してたっていうのが1番ですわ。で、2番目はですね、彼らの、オリジナルのドラマで引っ張ってる会社なんですけど、連打が効かないってことですね。うわーっと盛り上がるタイトルが来ました、何もない期間があります、わーっと盛り上がるタイトルが来ました、また何もない期間がありますっていうことの繰り返しの、この谷間に人がこう落ちるんだと思うんですよね。ネットフリックスはネットフリックス付けになってほしいんですよ。ネットフリックスから離れないでほしい。そのためには、もちろんこれまで見たドラマをもう一回見てみようか、この間まで見た映画を見てみようかもあるんですけど、何よりオリジナルのドラマがめちゃくちゃ面白い、受けてんね、マジかそれ見たいやんけみたいなのがあって、その初めてこう山が来るんですね。で、その山を落とさないようにするためには、オリジナルのドラマすごいやんか、落ちかけてる、ここをゲームでつなぐっていうことですね。これがやりたいんだと思います。で、今空いてるからやっとやりたかったあのゲームやれるわ、ドラマに時間取られてこのやりたかったゲームやられへんかってんっていうのが、よそのサービスではなくってネットフリックスの中にあるっていうのを彼らはしたいんですよね。で、そうすればこの谷になるところはですね、この山のここの下がるところをあまり下がらずに、谷って言わずに盆地ぐらいでですね行きたいんやろうなと思ってます。で、それがまあ、実際できるのはまあゲームの力で、結局前も言ったんですけど、大ヒットタイトルが1本か2本は最低来なあかん、それがいつ来るかで彼らのゲーム事業が黒字に転換するタイミングが図られます。逆に言うとですよ、それが来たらネットフリックス相当無敵ですということでですね、来たと思ったら皆さん迷わずに株を買ってください。今は多分ネットフリックスは嫌な言葉で言うと落ち目で、少しこう下がり気味になってくる、ずる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 上がり下がりありますよ、でもずる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 下がってくると僕は思ってます。なんですけど、この
ゲーム事業部が当たりを引いたと思うタイミング、つまりですね、皆さんしかわからないですけど、ゲームプレイして、あ、面白いこれっていうのが1本入ってたら、そのタイミングで株は僕は買っていいと思います。僕もそのタイミングで買おうと思ってます。で、買って2本目がすぐ来ればもう間違いない。ただ1本目が来たって全然上がりますから。ということでですね、今日の話、ネットフリックスさんの今のゲーム事業の配信を始めてからちょっと苦戦してはりますせっていうのと、勝つにはこれしかないっていうのと、もしそれが来たら株は買いですせみたいなお話をしてみました。今日のお話面白かったなと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録のよろしくお願いします。 Twitter と Instagram と Facebook のもやっております。よかったらフォローしてやってくださいってことですね。今日はここまでになります。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。またこのチャンネルで会いましょう。バイバイ。